アイターンは、作家、福沢哲造による日本の小説、別冊文芸春秋、第281号から第287号まで連載され、2010年8月10日に文芸春秋より単行本が刊行された。広告代理店に勤務する男性が、ヤクザが行き交う、修羅の町と呼ばれる場所にある死者において、 毎日のように二人の組上に選択を迫られる様を描く。この小説を書いた理由として、福沢は、悪と正義のどちらを選ぶか、自らを生きる道へと導くか、それとも自らを破滅の道に追い込むのかという、ある意味究極の選択を迫られた時に平凡な、サラリーマンはどんな動きをするのだろうかというのに興味を持ったからだと述べている。 2019年7月13日から9月28日までテレビ東京系ドラマ24でテレビドラマ化された。北九州支店の支店長として単身赴任した小前光雄は赴任早々仕事上のミスでドラゴンファイナンスと岩切り組から賠償金という名目で借金を背負わされてしまう。二つの対立する暴力団の間に挟まれ、小前は行きがかり上。 岩切組の組長、岩切の射程となる。さらに、岩切に借金の返済を強行に迫られた小前は、苦肉の策として、印刷会社に上乗せ請求して、キックバックさせた金で返済すると約束する。小さな取引では、返済が進まないとごねる岩切に、小前は仕方なく大口の取引先である、丸越百貨店の名前を出してしまう。その後、岩切が、 丸子市百貨店の販売促進部部長、深町智博を罠にはめたことで強引に大量の受注を獲得した。借金返済のめどが立ったことに加え、本社へ業績を上げた報告ができることに安堵する。だが、本社の上司である広報はさらに、東亜銀行の仕事も取ってこないと、リストラの対象となる恐れがあるという。小前は岩切りに相談し、丸子市百貨店同様に、 東亜銀行の支店長、瀬戸川を脅し契約を取り付ける。後ろめたい気持ちを抱えながらも、日々の生活がやっと安定し始めたと感じていたある日、龍崎の罠にはまり、岩切組の情報を流すスパイになるよう迫られる。情報をなかなか得られない小前にしびれを切らした龍崎は、ついには組員の桜井を拉致してしまう。龍崎と裏で、つながりのある刑事の城島に、 桜井を死なせたくなかったら、自主しろと迫られた岩切は仕方なく、それに従うこととなる。その後、桜井は自力で逃げ出し、小前が起点を聞かせて、丸市百貨店の新聞広告に文章を紛れ込ませて知らせたことで、岩切は自白をせずに無事釈放された。その後、龍崎に勝ち込みをすると行きまく岩切と共に、小前はドラゴンファイナンスに乗り込み、 駆けつけた組員たちの火星もあり、ドラゴンファイナンスの裏取引が記録されているパソコンを奪い、無事逃げ出す。小前は、その後、丸越百貨店から、新聞広告のことでクレームを受けた広報から、懲戒解雇を言い渡され、二人の部下も解雇し、北九州支店も廃止だと告げられる。部下だけは許してくれと言っても聞く耳を持たない広報を、小前は殴ってしまう。その後、 数日会社からも岩切り組からも落とさたはなかったが、会社から突然、東京本社に A 店の知らせが届く。柳と吉沢水希も福岡支店に移動になるという。聞けば、ドラゴンファイナンスの裏取引のデータに、丸腰百貨店のメインバンクである、東亜銀行の名もあり、危ない情報を握っている社員は迂闊に、刺激しないように、という、お達しが出たということらしい。 東京に帰る日、柳と関月に見送られ、新幹線に乗り込むと、岩切も同じ電車に乗っている。岩切は、東京でもしのぎを見つけてやろうと思ってな、と小前に言い放つのだった。2019年7月13日から9月28日まで、テレビ東京系、ドラマ24毎週土曜0時12分から0時52分に放送されていた。室強義と 古田新のダブル主演。2019年8月2日より、犬たちの午後のタイトルで光 TV で配信されている。渡辺太一が演じる龍直樹を主人公とし、岩切組組長の岩切が飼うチワーの肖像を巡って繰り広げられる騒動を描く。ありがとうございます。